茨城県道172号ぬかた南号旅子線、中市、横堀茨城県道172号ぬかた南号、旅子線は、茨城県中市から、日立中市までを結ぶ、一般県道である。中市ぬかた南号のぬかた坂下交差点と、日立中市旅子の国道6号工程を南北に、結ぶ、県道路線で、日立中市勝田市街地と日立大田市街地を最短で、 結ぶルート上にあたる道路である。1959年10月14日、新たな県道として、中郡中町大和ぬかた南郷を起点とし、勝田市大和旅子を終点とする区間を本路線とする県道ぬかた、南郷旅子線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号172となり、現在に至る。交通量は、 比較的多く国道6号公転付近では渋滞も起こることが多い。県道全体のうちの南半分区間あたる国道6号公転から中指定の茨城県道31号売り面、まだら線公転までの区間は1.5車線でセンターラインなしの境外区間であり速度制限30時速 40km 規制となっている。沿線の規制は平坦な大地で 周辺は主に畑作地と住宅地となっている。道路は緩やかなカーブが一部あるものの平坦で全体的にはほぼ直線に近い線形となっている。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が 極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複印のものにあっては、当該道路の路面の複印から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。ありがとうございます。